見た。キリノス可愛かった、本当に。本当、ご飯食べます。こんばんは、お疲れ様。すごい人だったね。すごい人でした、うん、疲れた。朝早かったから、はー、眠い。さあ、どんなお弁当なんだ。あ、お疲れ、ありがとう。美味しそう、普通に美味しそうなんだけど。お、先無理。いただきます。え、美味しそう。え、やばい、うまそうすぎる。感想？え、楽しかったです。コメント見る？こんな感じです。あ、初見さんありがとう。だるまをいっぱい来た。初見です、イエーイ。意見追加したの、自己紹介のためだけに。でもびっくりした、誰誰だよって言われて、そうなんだってなったよね。美味しそうだよね。いただきます。なにこれ。卵がいいんだ、唐揚げとかじゃなくて。美味しい。来週楽しみに、1週間頑張るもんね。はるなも頑張ります。カバにかきいたね。なんか昼ご飯食べたよ、食べたけど、普通に エアコンか、びっくりした。2日連続会えたんだね。名刺は必ずみんなに配るの？わからない。いらない人はいらないでいいんじゃない、多分。けど、みんな受け取ってくれた。おいしい。あ、ごめん、みんな。どうぞさんに何歳って言われました。泣きながら練習してたの。ダメじゃん。じゃあ会いに来なきゃ。ブースタンプ来た、にゃ、ありがとう来てくれて。レナボンは一人なんだよね、来週多分。今日はココアと一緒だったけど、一人な気がする。ヤッホーの叫ぶに、定期分買うのマジで忘れる。あ、帰りの運転中です。コメントしてダメじゃん。気をつけて。いないよって言った、やば。なんで？おかしないそれ。気づいた、ありがとう。ガキレナナウだよ。ん？動画上がったんだ、ビューティフォー。ビューティフォーって言っちゃうんだよね。ユアって一緒だっけ？なんかね、どっかでレナだけなんか一人みたいな、最後の枠で。圧巻だよね。そうじゃないの？
たら食べるの失敗する。ね、28一人だよね。次の次か。うんうんうん、え、火曜日さよならと一緒なんだ。うん、水温が一人なんやれな。マジで眠いねんけど、ほんまに今日マジ絶対もう寝られへん。今日の夜ご飯どうしようって考えとったから、え、バランって言うのこれ。何バランって。いや、今日は寝れないよねっていうね。前髪長いな。なんかちょっと前ちゃんおかしくなってもった。あー、したるわ。バランっていうの初めて知った。そう、夜ご飯さ、なんかまたさコンビニも嫌やなとか思って。挨拶できてよかった。レナもね、結構パパとね、お買い物行ったりするからね。いいね、お父さんと一緒に、ああいう、こういうの、来れるの、最高だね。なんか見ましょう。ね、マックいいの。え、ググるのだるいからさ、ググったやつのしとって。なんかさ、ひろさん、なんかいっぱい。ごかんちゃん、かぎれなのことよろしくねって言ってくれた人がいっぱい思ったんだけど、レナってそんなにちゃんとしてないかな。ここ見合いに行った、可愛いって言ってくれた。ココミ、うん、ココミマジでさ、部が違いすぎて2時間ぐらい違かったかな。マジ配信もったのさ、ギリレナだからね。でも結構話せたよな。人によるかな。え、分からん、なんかまとめ出しかなんか分からんけど。何これ、しゃぶしゃぶ的な。思うように話せなかったよ。ほんまに。果てない花に見えんに思える。いいな、焼肉食べた。でも一人生活始めたら絶対焼肉なんか食べへんよな。うん、来週たくさん話そうね。そう、一人焼肉行けへんよ。だから次兵庫に帰ったら焼肉
食べ納めてからこっちに戻ってこようかなっていう。メンバーと行くか。確かに食べ納めて、ほう行こうかなっていう。ご飯が硬い。すっげーなめっとし、お弁当の蓋ふつっとし、やば。うん、それな、動けれなすぎてアイドル生活無理。あ、止めた。ん？肉つけて帰ってきてね。それな、もう最近マジでさ、痩せのやばいのにさ、もうずっと食べてまうねんけど。なんかさ、飯もいろんな写真とかあったらいいのにな。なんで香りを嗅ぐのか。同時に、分からん。ビューティフルどうでした？私のダンス、あんまり映ってなかったと思うけど。結構さ、聴けば聴くほどハマる曲じゃない？あれ、よかった。エシュケンさんやのにレナのアバターやってくれた。今日来てくれた人かな。聞けば聞くほどハマる曲ですね、あれは。どう？でもあのダンスだ、あれやろ、結構、うん、でもなんか立ち位置が、立ち位置が覚えやすかったからなんとかなったけど、ほんまにリハーサルね、ダンス間違いすぎて、もう俺なこれもうほんまに出れへんって思って、でリハ終わってもうめっちゃ練習した、ほんまにマジで練習した。分厚くなってないレナ、たらこ唇に見えんねんけど。コメント見たくないのか。いや、もうご飯食べてるんだよ、ご飯をね。え、途切れる？嘘やん、笑ってる。初見さん、くさ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 、唇ちょっとご飯食べたらたらこ唇みたいになる。
ふわふわ見た。可愛くなくない？トラコ唇みたいで。移動は難しくないでしょ。移動少ないし、移動は確かにな少ないけど、難しくないとか言わないで。どの曲でも難しいです。でも振り覚えてもさ、振り覚えてもなんていうのな、表情とかな合うやん。だからレナ、そう難しいねんな。なんか足出すタイミングとかが難しくて、この曲結構大変でした。とりあえずでも覚えて今日を乗り越えられてよかったです。でもなんか嫌いな話だよ。え、何なんて話したんか教えてよ。なんて話したん、なんて話したん。ピンク目、みんなさっさと帰るのっていうか、みんなと部が違うから帰る時間も違うっていう感じですね。いやいや、崖っぷち回避じゃない、全然全然崖っぷち、ほんまにやばい。配信なんかしとう日もないけど、まあしてもいいかなみたいな、まあ、どうにかなるかなみたいな、まあ、今回どうにかなったし次もどうにかなるかみたいな、うん、感じ。でも次は結構やばい。次は次の崖はほんまにやばい。割と作るの料理じゃないの。え、何、料理だよ絶対。ん、左一緒だね。マジ崖っぷち無理ほんまに。ポジティブに言えば大丈夫。ゆっくりやってる暇ないんです。はい、うん、今来たヤッホー、まだかけれな、教養のアンケート書けもあった。けど、まあ、書けではないやん、アンケートぐらいやったら書けるから。頑張ろうって感じやんな、うん、余裕、余裕やろ賞味。何これオクラ。お昼の弁当でもオクラ食べた。でもこれ切られとオクラやった。オクラです。オクラです。
唐揚げ頼むよ。パスタもある、下に忍んでたパスタ。なマジギリギリすぎてさ、もう無理ないけど普通にやっとけねんって感じ。まあ頑張るけど。パスタほんまに一口分ぐらいけど隠れてた。うん、お弁当に入ったパスタな好きやね。今はもうあれやけどあ、今日寝れへん、今日寝れへん、マジで。明日も朝早いし。帰宅したん？無事、無事帰宅しました。いや明日乗り越えても山場やで全然ココハンはお魚のお弁当取る。レナはね何でもいいって感じ。明日もガキやし、もう毎日ガキダンサーな、ダンサーになりたかったわいいじゃんカップラーメン、たまにはいいよ食べてもなんか上からうん、運転気をつけてね。マジで崖っぷち生活すぎてもうやばい、ほんまにやばい。あ、ありがとう、まただるま10個もハートもお手紙もマジね、もういろいろさどうにかしたいけど、もうなんかいろんなことがありすぎてもうこなせない。これはこうしよう、これは絶対にこうしていこうっていう目標を立てても新しいことがどん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 入ってきちゃうから、どん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 入ってきちゃうから、だからなんか極めれないんだよね一つのことをね、お弁当美味しそうでしょ、美味しい。ほかに何も教えたいでしょ、聞かれたから聞かれたからだよ。美味しいじゃダメだった。それかぎれなだけ崖っぷちなの。まあ、レナだけじゃない、その日に関しては多分。ほんとめっちゃ忙しすぎてもうやばい、もう頑張るわ。そう、金髪、金髪が誰々って言われたから、そうだよってね、研究船って感じだよね。そう、ガキレナなの今日。頑張れしか言えなくてすまん。まあでもね、レナが頑張ればそうだな、わかんないね。
か頑張ってもなんか今一番やばいのはなんか誰のためになるんだろうって思うこんなん言っちゃダメだけど絶対まあでもそれ乗り越えなきゃダメだから感じ、そんな感じです。頑張れな頑張れな頑張れな、マジいっぱいいっぱいすぎて本当にやばい。SBI ハイクが地上連打だった時やりました？ないね確かに、ガケレナだね、ずっと。ヒマレナは嫌だもんね。なんか頑張っても評価されなさそうで怖い。でもやらなきゃダメだから。なんかね、なんだろう、モチベがないっていうか。まあ、まあでも頑張ろうねって思ってます。目からラメ落ちてる。机見たらラメがあった。何時だろう今頑張ります。眠い今日は。とりあえずカップで終わってる。43かいつ終わるかな。迷っちゃうね、いつ終わるか。リップ塗ります。ない。リップがないよ。あった。あるよ絶対に。絶対あるよ。とりあえず振り起こしをしたいと思います。なんかさ、お風呂入ったら絶対寝ちゃうじゃんだからお風呂入らないで寝ないで。めっちゃ眠いよね今。本当に死ぬほど眠いの。見てわかる通り裏ルート裏ルートであのリップ買ってないよ。どこでも売ってるよ。マジ寝れない。明日朝早いし本当にやばい。あ、起きてたの。寝てんだと思ってた
こでやらないよ。風呂入って寝ればいいやん。寝ません。朝ね、朝早いんだよね。早いけどね、7時に起きてたんだ。レナより1時間ぐらい早いじゃん。じゃあとりました、イエーイ。眠、写真を撮りました。はい、寒いっけ。外あんま外出てないから覚えてないわ。明日休みじゃないよ。痛い。3日連続早起きじゃね、レナって。3日連続早起きなんだけど。おにぎりは誰でも作れるでしょ。ポイカツって何？ポイフル食べてた？そうなんだよね、寝ちゃうんだよね絶対。うん、どうしよう。どうしようね、本当に。まともにまともに話した気がした。確かに確かにした。でも案外時間あったよね。案外時間あったんだよね。結構あった。あっ、高須先生じゃない、こんばんは。まあ、今日は目標3時ぐらいまでで2曲は振り起こししたいなって思ってます。みんな話しに行っててね。え、地獄だったのひどいね。そんなん言っちゃダメだよ。こんばんは、ニコ。なんかメンバーのね、もう皆さんも優しすぎて、全然ね、なんか先輩だけど、あんまり緊張しない。それってダメだかな。緊張した方がいいか。目半分閉じとるやん。眠いんです。そんなめっちゃ眠くはないけどね。眠いなーって感じ。眠いなーって感じなの。今日はアンズさんともユーネさんとも一緒にご飯を食べながら話して楽しかったです。待ち時間も楽しかった。めっちゃめっちゃ褒めてくれた、アンズさんが。なんかちゃんと学校行って偉いねとか、卒業できて偉いねみたいな、卒業式行けないんですよみたいな言ったら、それは最悪だねみたいな言ってくれました。でゆうねさんも、マジ通うのしんどいよね、本当に偉いよって真剣に言ってくれました。3時間ほどで着くのに、兵庫ぐらいなら。いや、学校行ってるから、学校ね、ちゃんと行ってるから今行ってないんだよ。え、卒業式3日なんですよ。みんな3日卒業おめでとうって言いに来てね。レナは本当は柿本レナはいって言う予定だったのに。まあでも卒業式よりみんなと話す方が絶対楽しいじゃん。だから別にいいかなって思ってる。全然卒業式出れないことになんかあんまり最悪って思ってない。そうなの、そうイベントだから別にいいかなって思ってますね、正直。
正直そうなんですよ、思っちゃってます。みんな言ってあげて、人任せにしないの、人任せにしないの、すぐにすぐに人任せにするんですから。うん、3日用事あんの。まあでも今日来てくれたから、卒業証書もらえるかな。おめでとう言ってね。高校4年生ならないよね。え、制服やばいね。制服ちょっとコスプレになっちゃうのやばくない？名古屋遠いんだね。どれぐらいかかるんだろう。前になんか聞いた気もしたね。え、朝起きて、起きればいい話なんですよそれは。起きれぬか起きれないか問題は起きればいい話。仕事か仕事じゃないか問題は仕方ないけど。いや、制服着れん。うん、確かに着るけどね。でもなんか衣装とさ、あの学校の制服ってやっぱなんか違うじゃん。かけられきたらずっと制服現役だって、やば。めっちゃいいこと言ってくれる。PDF で送ってもらえた時よしよしよ。やばいね、デジタル式の。とりあえず10人の方がいいやろ。いや、送り込むってさ、その10人レナのことあんま知らなかったらさ、意味ないじゃん。今日もかわいい、かきれな。明日もかわいい、かきれな。明後日は、明後日はどうですか。明日で終わりですか。今日と明日で終わりなのかな。今日と明日で終わりかな。かわいいのはそんなことないよねっていう圧をかけてみました。私もね、なんか知らんから。いや、知ってるじゃん、めっちゃめっちゃ。あさっても可愛いかきれなでした、ありがとう。こちらこそありがとう。すごくないレナ、分かったよ。ね、2日も可愛いね。今日も明日も明後日もだから3日だよ。3日も可愛いよ、かきれな。今日も好きでした？た？終わり？今日で。今日で、あの、かきれな好き卒業ですか？え、棒読みしないで、本当に。めっちゃ棒読みだった、あれ。ね、お祝いしてほしいね。ずっと可愛いかきれな。やばい、レナはファンの人に言わせてるのに、高須先生は言ってくれた。もうレナ何も言ってないのに言ってくれた。さすがだ、さすがですね。やったねー。気づかれることなく参照しました。待って、ごめん、本当にごめん。え、なんか来てくれる時はなんかマスクにアバターが、あの象のアバターを貼ってる、貼るって前にコメントでチラって見たから、だからそれを待ってたの。ごめんね、めっちゃ言い訳で死ぬ。めっちゃ言い訳だね。ねえ、ココアもいっぱい話した。大興奮スペシャルですね。あ、可愛いだけでいいんですか。ダメだね、好きでいてもらわないとダメか。じゃあ可愛いだけじゃ、可愛いだけじゃダメですか。ちょっと最近なんかレナのファンの人結構いい感じに、あの、あれなんじゃない、成長していってるよ。
ごめんね、めっちゃさ分かんなかった待って、あと5分で終わりじゃん。でももう高校卒業したら4月から12時までできます。やばいね、やばくない？12時間、今10時だもんね。怖い名前教えたね何か出てきた手から。はい、ちょっと学生は終わっちゃうから大人かきれなので行きたいと思います。4月からは5人しかいないか、あれなのは。あらやばいじゃん、5人だったら。ヨンシーも来てくれたね、ありがとう10時以降みんな寝るの？え、みんなね結構寝る時間早いんだよねみんな結構早いんですよね、寝る時間がそうなんですよ、みんな。でもさ、待って、今年のさ9月ってさ誕生日配信できるってことやんな、学生じゃないから。まあ一応大学は行くけど高校生じゃなくなるから、高校生以上になったら OK なんやんな。やったね、最高やんそれ。おい、鍵元で胃もたれじゃねえフフフフするのね、ひまたぎ配信的な。そう、大学行くんですよね。そう、大学行くの、通信だけど。やっとね、今年の誕生日、え、去年の誕生日はお披露目前で、でも本当に9月で10月にお披露目だったでしょ、だからちょうど1ヶ月前やからめっちゃ練習してたの、そのダンスとかをね。だからめっちゃ案外大変だった。日が変わる、日が変わる前とかに、え、あと1分、やばいぞー、あと1分だー。まあいいや、この話はまあいつかまたどうせ絶対もうしないと思うけど忘れちゃって。こんばんは、かわいい、今日もかわいい、ありがとう、お疲れ様、ありがとう。お、信号待ち、気をつけてね、気をつけてよね、気をつけなきゃダメだよ運転は。おやすみなさい、お疲れ様でした、ごめんね、ありがとうね意外とおもろくて配信ありがとうね、こちらこそ初見なのにたくさん最後までいてくれてありがとう、今日もありがとう、早起き頑張ります、ありがとうね、みんな、みんなも寒いから気をつけてね、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 ありがとう、ありがとうね、おやすみ、バイバイ、バイバイ、おやすみ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 バイバイ、気をつけてみんなも、バイバイ、おやすみ。